今日この皿うどん、パリパリ皿うどん、これ初めて見るパターンなので買ってみたんですけど、これで春野菜がっつり入れて作ろうかなと思ってます。皿うどんいきます。できました、皿うどんですね。春キャベツをたっぷり入れた皿うどんですね。もうこれでもかというぐらい春キャベツを入れてみました。この時期ですからね。いってみます。これ、皿うどんです。今日は金麦春の味いきますね。桜がこう、あーすげーうまい。じゃあこの皿うどん、春キャベツをがっつり入れた皿うどんでいきます。あんのかかった春キャベツですか。見事にうまいです。芯の部分も柔らかいですよね。うん、熱くてうまいです。うん、このパリパリがね、だんだんね柔らかくなってくるのがいいんですよね。イカなんかも一緒にいてます。ほら、春キャベツ芯ですよ。柔らかい、ほろ苦くてうまいですね。甘くて甘苦いみたいな感じ。簡単に野菜をねたくさん取れるからね、いいですよ。で、味変して練りからしをいってみます。これがねうまいですよね。ちょっとこれで、うん、この風味が最高っすね。じゃあ最後にいきます。あーうま、これ今日もあったかいです。今日もあったかいです。明日なんか雨で少し涼しくなるなんて話なんですけど、どうなんですかね。今日は全然またあったかいですよ。ワンコと散歩してきましたけど、いや、あったかいですよね。てかって、この前104日あって、じゃあ皆さんから来た感想などを読んでいきますね。おはようございます。寝不足です。なんか意味わからんし、最終回。弟くんも出るし、あ、そっか、弟が出る。そうなんですよね。弟に乗り移るのかな、みたいなこと言ったんだけど、弟は出るんですよね。でもどうなの？その後乗り移る。わかんないな。どんな決着に落ち着くのか。ハッピーエンドなのか。あと、一回最後まで見届けましょう。みんな頑張りましょうね。お疲れ様でした。花粉が多いです。体調お気をつけください。9話でまたちょっとね、読めなくなってるところがあるんですね。あれは一体何なんだ？夢落ちってことはさすがにないでしょうけどね。別な方。あやさんこんばんは。昨夜104日放送できるかどうかやきもきましたけど、侍ジャパンすごかったですね。圧勝でよかったです。大谷翔平くん期待しています。日本の野球結構いい線いってるんですね。知らなかったです。いやいや、いい線どころのレベルじゃないと思いますよ。多分、ドリームチームなんで、世界で今1位ですよね。ランキングは1位だし、優勝、間違いなく優勝候補ですよ。あと、大谷さんの使ってる化粧水が、今、すごい話題になってるらしいですよね。トレンド1位とかなんかで。ちょっとね、興味あるんですよね。あの化粧水が。直樹が殺害され死んでいくシーンは泣きました。大泣きです。親に愛されず、そして精神異常者とも言えるような英介にあまりにも理不尽な殺され方をして、それでも、英介を信じたい直樹。直樹は心が綺麗なんだなぁと思いました。でも亡くなるシーンですかね。あのシーンは武田君うまかったですよ。めちゃくちゃうまかったです。表情でね、いろいろね、語れるんですよね。死んでいく間際の表情でなんか人生を語ったような亡くなり方です。あれね、龍馬伝の時の亡くなる前の演技もそうだったんですけど、ああいうの本当うまいなと思いますよ。直樹が死んでいくシーン、武田くんの演技、うまかったと思うし、美しかった。美しいなんて変な表現ですが、武田くんいろいろと研究しているんだなと思いました。そうですよね。直樹が最後、英介から優衣を守れてよかった。まあ僕はこの守り方がどうなのっていうところはあったんですけどね。最終回の予告で直樹が幽霊ではなく、バッチリ実体の人間のようで、それって、期間限定なのそれとも生まれ変わり、そこですよね。生まれ変わりなら弟かなと思いました。
弟に骨髄移植でしたっけ、それを何回もしているから弟イコール直樹というのは安易すぎでしょうか。直樹が死んだ今は弟も生きていけないですもんね。それどうなんですかね。でも直樹は里親に預けられてから骨髄移植はしてないんですよね、きっとね。とても気になるのは板倉さんの今後ですね。板倉さんはどうなるのか。でも百葉家のヒロインは井上真央ちゃん以外考えられないな。タケル君真央ちゃんコンビでとても良かったです。竹真央とか言うんですかね、もしかしたらこのコンビはね。タケル君が働く細胞で永野芽郁ちゃんと共演するのも楽しみです。これね、でもまだ正規で発表はなってないんですよね。私すごく勝手な希望ですが、竹萌音が結婚するとして、結婚前に三浦友和さんと山口百恵ちゃんがたくさん共演しましたが、竹萌音ももう一本ぐらい共演してもいいのではと思ったりしています。恋愛ものではなく別物でいいと思いますが、竹萌音はこいつのイメージが強すぎるかな。来週で104日が終わってしまうので、私もしばらくはロスだよな。長くなってごめんなさい。おやすみなさい。明日もお元気で。三浦友和さんと山口百恵さんの時代ってまた特殊ですよね。今ああいうのはないっすよね。今逆にあれやると嫌がるんじゃないですか、皆さん。またこの共演かっていう風になるけど、あの頃はゴールデンコンビみたいな感じでありましたけどね。まあだから平和な時代ですよね、昭和っていうのは。その点でも。別なかった。ヤルさん、病の原因が分かってよかったですね。あ、僕がね。いや、よかったです。歯医者だかといって、今週また歯医者あるんですけどね。104日9は直樹、殺されたシーン。演技上手いですね。さすが武井さんだな。来週、最終回予告で、兄ちゃんと言っていた男の人が出てきましたが、直樹の弟の体を借りて生きていくのかな、謎です。まあでも、これが一番ちょっとね、僕もそうなのかなっていうふうに思いながら、どうなのかなっていうところですかね。そんなにでも似てるもんなのかなと思いますけどね。その結衣が付き合ってる人が、直樹って見間違うほど似てるものっていうふうに思いますけど。最後の方。104日、眠いながらもリアタイしました。最後のあのシーンは何？期間限定で蘇りあり。こいつずの最終回はほとんどの人が見た後幸せな気持ちになりましたね。この先二人が容易に想像できたので、納得の最終回でした。104日に関してはどんな終わり方で視聴者を納得させてくれるんでしょうか。一部の人は直樹が奇跡的に蘇って、この先結衣と幸せに暮らすみたいなのを望む人もいるようですが。でも奇跡的に蘇るってことは言えないですよね。だって仮装もしたんですよね。奇跡的に蘇るってことはまずないですけど、まあ乗り移るしかないですよね。ファンタジーラブストーリーとはいえ、突拍子もない展開でハッピーエンドを迎えるよりは切ない涙を流して終わりたいな。まあそれはありも、だから両方ありますよね。まあハッピーエンドは望みたいんですが、まあ展開の仕方ですよね。展開の仕方が無茶すぎると結構冷めちゃう部分もあるので、かわいそうでもいいかなと思うんですけどね。こんにちは、104日。8話、9話見直してみました。良いタイミングで臨終ラブが流れるようになりましたね。直樹が消えていく様がキラキラでファンタジーって感じでした。せっかくいい感じになってきてるので最終回期待します。この前9話に関しては臨終ラブ2回流れたんですよね。そう、亡くなっていくシーンのところと、あそこは、要はアコースティックバージョンですか。ゆっくりバージョンみたいな感じ。で、通常バージョンはラストに。あれ、直樹っていうところで終わったんで、その時に一般の臨終ラブ、いつもの臨終ラブが。なんかね、不思議なものでね、9話も見てるとね、案外臨終ラブをハマってくるんですよね。あれ、案外いい曲なのかなってちょっと、9話に至って初めて思いましたね。なんか、ちょっとね、ギターで歌ってみたくなった感じがありますよ。